はい、おはようございます。11月8日6時52分の相場解説になります。今日金曜日なんで、今日がラストですかね。今週もありがとうございました。我が家では出産がそろそろ始まるかなってとこですんでね、この土日が山かなと思いますね。で、まあ遅くても11日から15日のこの週の間には出産が完了している見込みでございます。というところで余談から始まりましたけども、さあ相場解説の方はですね、今回はねこれですね。ポイントはこういうふうに上昇トレンドがもう起きてますね。以前まではこういうふうなトレンドの話をしたんですけども、もう上昇トレンドが起きてきてね、これ昨日言いましたけど、安値切り上げ、高値切り上げっていうのが始まってますんで、多分高値切り上げの3点目はここでしょうということです。それを前提において4時間を見ていきましょう。さあ N になってますね。 N が来てますね。もうちょっと早く N が来ると思ったんですけども、来ずに、ここと、まあ、ここのね、ネックラインを越えて、N を書いて、まあ、ここ V になりましたけども、その代わりここが N になったんですよ、ここが。ここを越えてるでしょ ?N。うん。この後どうなるかってことを1時間で解説していきますね。1時間はこんな感じでございます。N を書くところが、ここをちょっと覚えておいてくださいね、ここね。この力点を覚えておいてください。N はどのように書かれているかというと、ここが来て、一旦下がって、調整波。その後に大きく躍進ということで、ここで N が出てますよね。ということは、今度の N はここですよ。ここ。ね、こっからね、買いに入ってもいいぐらいですね。こっから買いに入ろうかな。午前中に私は買いに入ります。もちろん、これで、リスクヘッジもしますよ。ロスカットラインをこのあたり109円で170よりもちょっと弱めですか、109円の170から160ぐらいに置いて、こっから買いで入ります。さあどうなるか皆さんお楽しみでございます。以上でございます。